こんにちは。気になる男の第9話になります。前回8話はね、タカさんから送っていただいた動画、まあ、ポイントは2つあったかと思いますんで、その2つについて今回はね、返信をさせていただきます。前半ではですね、気になる男のどこが気になるのかってことをね、ちょっとお話ししたいなと思うんですけども、しかしですね、その前にこれはですね、この視聴をしている皆さんにも考えていただきたいんですけども、私が逆の立場でね、あの、 聞かれた時にどういうふうに返信をするかってことなんですけども気になる気になるって言われてるけども私のどこが気になるんですかっていうふうに聞くことはないと思うんですよどういうふうな聞き方をするかっていうと自分なりの仮説を立てておそらく久保さんは私のこういうところが気になってるんじゃなかろうでしょうかともしかしたらここでしょうかいやもしかしたらこれかもしんないな とということで、大体第3仮説まで立てて自分なりに久保さんが気になっているだろう私のことを3つぐらい話していくかなってところなんですよ、まあ、そういうふうにねこう仮説思考っていうんですか人が何を考えているのか視聴者さんがどう思っているのかそして次にはどんなアクションをするのか自分の明日3年後10年後はどうなるのかっていう仮説をいくつか立てていくっていうふうな訓練をするかなっていうのの1つ目にいや気になる男って言われてるけども。 多分ここうういうところが気になってるんじゃないですかじゃあ今回はそのことについてお話しますねみたいな話の展開をすると「おさすがだなそこそこ聞きたかったなそこ」とか「あそこは気になってなかったんだけども改めて気になるようになっちゃった」みたいな感じで話が広がっていくのかなと思いますこれが1つ目のお話ですねで2つ目はですねまあこういう人がこういうふうに変化しますよっていうふうに語られてましたけどもこれ一旦置いといてですね 仮説思考について私一つね、ここでエピソードをお話しましょう。それは差別についてです。今回のタイトルにもありますけども、差別ってものは実は合理的かつ科学的に行われてきたっていう風に言ったらどうでしょうか。いや、久保さんひどいこと言うなぁって感じるかもしれません。しかしですね、私の話を聞いた後では、なるほど一理あるっていう風に、私の仮説に対してきっと頷けると思うんですよ。いいですか 差別を科学する。差別は、至極合理的に行われてきて、そしてこれからも行われるってことなんですよ。怖いですね。自分が合理的に差別される側に入っちゃうんじゃなかろうかとかね。合理的に差別する、攻撃する側に行くんじゃなかろうか、どっちにしても嫌ですよね。じゃあ、お話をしていきましょう。まあ、歴史を紐解いていくと、例えば日本には、死の交渉っていうね、 身分制度があったと言われていますこれ最近では実はそんなもなかったよっていう人もいるんですけどもあることはあったんですよ。死農工交渉を得た否認っていうねこういったカテゴリーってのがあったんですよ。だって武士っていたでしょ。農民っていたでしょ。商人っていたじゃないですか。そして死農工交渉の子ね。職工ってのもいたわけですよ。あるわけなんですよ。そういう職業。そしてどこが身分かというとこれは実はね複雑に入り組んでます。 商人の中でも全然儲からない商人。商人の中でももうものすごくね、お城とか大名にいろんなものを献上して儲かっちゃう職人。当然商売にはスキルがありますから、上から下まで格ができるんですよね、格差が。これがですね、農民でも一緒なんですよ。ものすごく上手に美味しいものを作れる人。もしくはちょっとね、体力あんまりなくって、あんまり畑仕事が うまくいかなくって収穫物も少なくって納税の時にいつも足りないで娘を七に入れちゃうそういった方もいるかもしれません武士だってそうですよ行けば手柄を立てる普段から稽古を怠らない文武両道もうそういうふうなね有名武士上級武士もいれば下級武士といって戦争戦が起きてるのに呼ばれないとかね馬を持っていないとかそもそも普段から貧乏で内職でなんか傘の 張り物とかしてるね。そういう風な、浪人ってのもいますよね。そういう風に、各カテゴリーに、市の交渉の中にも、ちゃんと上下の身分があったわけですよ。となるとどういうことかっていうと、上級武士と上級商人っていのは横で繋がって、俺たち結構いけてるよねっていうふうにお互いを尊重し合うわけなんですよ。でも、武士の中でも全然いけてない人は、商人のところにお金を借りに行ったりとかね、職工にいろんな、例えば鎧の修理を頼んでも、 全然修理代が払えなくって、職工がね、ああ、お侍さん、そろそろ払ってもらわないと困るぜみたいなことになってるわけですよ。だからね、死の交渉っていうのは、死の交渉で身分があったわけじゃなくて、実は死の中にも身分があり、脳の中にも身分があり、甲の中にも身分があり、章の,の中にも身分がありっていうふうに複雑に入り組んでいたわけなんですよね。だから職業によって真っ向を差別するものではなかったっていうのは、ここでお分かりいただけると思います。あくまでもこれ、私見てきたわけじゃないんで、仮説ですよ。 さまざまな歴史的資料を見るに多分こういうことだったんだろうなというふうに合理的に科学的に私が考えた仮説ですさあそれではね差別得た否認これはどうでしょうか得た否認というのはね一色単にして語られることが多いんですけども得た否認というのは全く違うんですよ得た否認というカテゴリーの中でも得たっていう職業と否認っていう身分があった位があったんですよなんでね職業と位って言い方するとするとですねこれ違うんですよ 得た否認の得たっていうのは完全にその職業をずっとしなさいよと。ししそ死そ損までそれをやりなさいよっていうふうに固定して確定されたそういった職業なんですよ。実際にどんな職業かというと死体処理とかですよね。家畜の最終的な内臓を取ったり分解したりとかしてそれを火葬場とかね、とあるところに埋めるとか川に流すとかそういった死体を扱う仕事が多かったらしいです。下水の処理も同じです。まあ 当時は川屋やって言ったんですけどもそういったところにね汲み取りに行ってそれを、まあ、適切なところに処理するとかねまあそういうふうなちょっとね衛生的にどうなのみたいなところとかね人間には必要なんですけどもでもそれをみんな進んでやろうとしないよってものを得たっていうそういった身分の人に押し付けていたわけなんですよで得たって人はそういう仕事をしないとお金がもらえませんから結局それをやり続けていくでそういった処理をする場所っていうのは大体固定されていくんですよね お前らちょっと匂いがすごいからさここでやれよみたいな感じで制度的にもそれから民衆の心理的にもそういった場所に追いられてたんですよで当時水道ってのはありませんから大体川の流れに沿って仕事をしていたんですよねじゃあ川の上流の方でね死体処理とかそういった便の処理とかをされたら下流の方が全然川が使えなくなっちゃうじゃないですか だから川下の方でそういう仕事をするとかね、ちょっと影の方でやるとか、目立たないところでそういう仕事をするようにされていたんですよ。で、当然、江たって人は同じようなところにみんなで住みます。そういうふうな地域が与えられてますから。だから、中洲のちょっとね、変わったところに住んだりとか、人目につかないところにその集落を固定されていったってことなんですよ。ですんでね、普通の市の交渉という人から見ると、 得体の知れない場所で何かをやってるっていう風な形の職業だったんですよね。で、そこに直接行くことはありませんし、何をやってるのかは詳しくわかんないけども、なかなかかかわりを持てなかったっていうのがその正体だと思います。じゃあ、否認っていうのは何なのかってことなんですよ。否認っていうのはね、得たと一緒に暮らしてはいません。否認っていうのはもともと死の交渉のどっかの身分にいた人が様々な事情でそこに行って一定期間、一定期間苦しい旅をさせられる、修行の旅をさせられるって感じです。ですんでね、 人間にあらずとかっていう風に言われることもあるんですけども、とりあえずはいろんな形で復活することができるんですよ。何らかの功績を立てたりとかね、それから、あそういったお暇をもらう期間が過ぎたとか言って、そろそろ戻ってこいよっていう風にお使いの者が救い出してくれるとか、あとは結婚とかもありますよね。そういったものです。だから職業としては、人の前に立つ職業が結構多かったです。例えば、大道芸人とかね、やってましたね。 それから踊り子さんとか歌い手さんとか三味線引きとかねそういった芸能関係の仕事とかあとはねあのー、まあ暴力沙汰ですよね結構ね今の反社会勢力みたいなヤクザみたいな仕事とかも一部やってましたですんで否認っていうのはもともとは位の高かった人かもしれないけどもなんか素性が分かんない人がその宗教についていてそこで一緒くたにね結構文化的な暮らしを送っていたんですよ 面白おかしししくく楽そしてお金は基本的には元の身分にいた人が差し入れてくれたところがあるので決まった仕事はありませんでしたそういった形で得た否認と言っても否認は全然良かったわけですよ ただやっもともとはこういう身分だったのになっていうふうなじくじたる思いを抱えながら生きていくところとあとはちゃんと喜ばれるようなことをして評価が上がらないと戻れないんでやっぱりものすごく丁寧な人になったんですよねだからもともとの身分っていうのとしつけがあります教養がありますから結構頭のいい人たちだったんですよでそこからですねもともとは武士だったんだけども商人に気に入られて商人の道に入るとかそういったような、あのー、カテゴリーの移、ね、動ってのがあったわけなんですよだから首脳交渉っていうのは固定されてたわけじゃなくて結構移動することができたっていうことがわかるんですよね で、これは全部仮説です。いろんな資料を掘り込んでいくと多分こうだったんじゃないかなっていうふう仮説が立つんですよ。ですんで何かに対して疑問を持ったらいろんな仮説を立てるために様々な情報を集めていって合理的に考えていくとこれが出ていくるってことなんですよね。じゃあいよいよ差別はなんでね合理的なのか科学的なのかってことをお話ししましょう。問題になるのは得た否認の得たなんですよ。得たっていう職業は全ての職業の中で唯一死体処理をしていたんですよね。 全ての死体処理、これは人間もそうです罪人で打ち首になった人のそのままさらし首になっていてもねそれをほっといたらやっぱこう感染症とか広まっちゃったり不衛生だったり、まあ、見栄えもあるわけですよだからある時に得たっていう人がそれを回収に来てねしかるべき処理をして例えば家畜だったら家畜が死んでしまったらそれを解体して、まあ、お肉に分けたりとか骨やったりとか革製品を作ったりとかっていうふうなさまざまな職業の人に納品していったんですよね だから、革製品を作る、職人というのは、そういうところからこっそり仕入れて,きて、それをなんか手袋にしたりとかね、様々な、この、ね、馬の蔵の、あの、革ですよね、ああいうところにしたりとか、あと、刀のね、唾のところに去る革物にしたりとかね、まあそういうふうに利用していたところもありますし、あとはね、 あのホルモンっていうのは昔食べなかったんですけども言ってみればそういった食べられる部位と食べられない部位に分けてそして洗浄してきれいになったものを食べれる状態にしてお肉屋さんに入れたりとか飲食店に入れたりとかしていたのがエタの仕事なんですよだからもう元ともとはもう使えなくなったものを使えるようにするリサイクルの部分もあったんですよねそのエタっていう職業っていうのが何で差別するようになったのか何で差別されるんでしょうかってことなんですよ。それは、しかも合理的的にに科学的にですよ なんでかっていうのがちゃんとね考えてる人がいるんですよで私も考えてたんですよなんで差別って起きるのかななんで差別されるものブラックっていうのができちゃうのかなってことなんですよこれはですねまさに死体処理をしていたっていうところで起きてるんですよ死体処理っていうのは実際内臓とかを引き出してね分解していくわけなんですよ解体して処理していくわけなんですけどもやっぱり腸内細菌って結構危険なものがあるんですよ腸内でいろいろ活躍するからいいんだけどもそれが外に出てしまうと そのの腸内の細菌って元々私たちは触れられないんですよねだからあの例えば鳥を解体したら鳥インフルエンザが出てきてたまに猛威を振るったりとかちょっと昔だったら牛の内臓から O157 みたいなわけのわかんないのが出てきたりとかねそういったものが広まっていってもういろんな食品をダメにするとか人間を重病にしたりとか腹痛を起こししたたりとか死に至らしめたりととかか死にらめすするわけなんですよだから得た品の得たっていうのはものすごく大事な仕事なんだけども昔は科学の知識がないから エタってやつはなんか臭いし、死体を処理していて早死にするし、病気はいつもあそこから生まれるよねってことになるんですよ。そうなるとどうでしょうか多くの人はエタっていう職業の人を避けるようになるんですよ。一緒に仕事はしたくない。仕事をするんだけど、接触を持つんだけど、それを隠すようになるんですよね。そして子供たちはそういった差別意識とかありませんから、一緒になって遊ぶわけなんですよ。一緒になって遊ぶと実際に、こう、 触れられたところから、大体ね、え死していったりとか、そっから病気が蔓延したりとかして、なんかわかんないけど元気がなくなって、あの子、何どこどこの身分の人と一緒に遊んだ子供は死んでいくみたいなことが起きたんですよ。病気になったりとかね。だから親としても、あそこの子供たちと遊ばないようにしましょうねって教えたりとかね、あの地区に入っちゃいけませんとかって、だんだんなってくるんですよ。そういうふうにして、差別をすることによって、人は生き残ってきたんですよ。 そして差別を受けたものは残念ながら早死にしたりとか、いつも病気の感染源になって、ひどい時にはまあそういうところがね、焼き打ちになったりとか、制度的にもうあそこは焼いてしまおうぜみたいなことになって、せっかく整備されたその得た否認の得たっていう職業の人がね、結構こう住まいを追われたりとかして、のすごく悲惨な身にあってるわけですよ。でもその得た否認の得たっていう職業のところに当てはめられる人は必ずいて、絶対に人間が生きる上で、そういうのは衛生的にもね、それから死体がもうその辺にあの不乱してもいけないんで、まとめる役っていうのは絶対行ったんですよ。 でも、必要な職業なのに、そうやって差別されてきた。そして本来そういうところを研究しなくてはいけないのは、医師とか研究者、学者みたいな人も当時はいたんですよ、昔は。でも、実際に死体がどうなってくるのかってことは触れないんで分からなかったんですよ。なぜかっていうと、そういうところに、もともとね、もう関わりも持たないし、見にも行かないし、実際住むところも違うんで、お医者さんのところが普段暮らして死ぬまでに見たことがないわけなんですよ。で、 なななんかかんんかかわいい病気が流行ったら研究してないもんだからわかんない、誰もわかかんないです。だから、わあそこたちの、あそこら辺に住む人たちと関わったらなんか死ぬみたいだよねってことしかわかんないからあの辺には近づかない収容にしようねってそういうような偉い学者さんも言ったりとかして実際身分の高い、えー、もう大名の方とかね武士の方とか商人の方とかもそういうところに近づかないようなところに,紙の,方に紙の方に家とかを作ってそこで立派な暮らしをしてきれいなものしか見ないようになってたわけなんですよ。 で、川屋とかも遠くに分けたりとかしてね。で、そこには、いつの間にかこっそりと川屋の処理をするような人を雇っていたんで、全く分からなかったんですよね。そういった形で、いつの間にか昔ってのは、あの人に関わったら死ぬよね、とか、触られたら死んじゃうよね、危ないよねっていうところだけが残っちゃったんですよね。でも今はそれは人間のせいとか職業のせいではなくて、あの科学的な細菌のせいだとかね、あの伝染病のせいだとか。 感染症がそこで流行るからみたいな感じで、しかるべき処理ができたりとか、実際にそういうところで病気が起こっても、そこに住んでる人とか、その職業に当たってる人を差別するんではなくって、違うんだよと、この原因はここにあるんだよと。もう、媒介するもの、菌があるからなんだ。だからそれを中和するための作用をなんとか作り出して、ワクチンを作っていこうね、みたいなのが今まで続いてるわけなんですよね。そういった形でね、 昔起きていた差別っていうのは至極合理的で生き残ってきたからこそ私たちは今ここにいるつまり私たちは人を差別してあの虐げていた人の末裔なんですよで虐げられた人っていうのは大体死に絶えてしまったんで今いないんですよねでしまいにはどういったところに得た否認が住んでいたのかっていうところは今分かんなくなってます最近でもね、まあ、大阪とかねそれから京都の辺りとかあと寿地区とか再開発とどんどんされてるでしょ だから昔、癒しい人が住んでいたというふうに言われていたところは人権的にも文化的にもそういうところはね悪いよと。もう本当に人間はみんな平等だしそんな職業についてるからって昔は誤解だったじゃないかってことがだんだん分かってきてそういった差別を受けた地区をもう例えば市とか県が買い取ってですねそこに住んでた人に新たな住居を立派なのを与えてそこに住んでもらうようにしたということで再開発をどんどん進んだわけなんですよ。ですのでそうやって急激に身分制度ってものをこう。 つっぺにするっていうんですかね、わからないようにしていって新しい文化を作り続けていくっていうのが人間の近代の暮らしの営みだったんじゃないかなと思うんですよですんで今はそういった被差別部落っていうのはどんどんなくなっていたばかりかその土地名すらね変えられてわからないようになってるわけですよね例えばね久差別部落ってどこにあったかっていうと大体ね大都市なんですよ例えば京都駅のすぐそば歩いて 500m とか 1km のところにそういうところがあったんですよね 実際今でも行ったらその地区があることは確認できるんですけどもその名残ってのはほとんどないんですよ。ね、例えばバラック作りの家とかあんまりなかったりするんですよ。まあ、特に日本は空襲を受けてもうメッタメタになったわけですよ日本中がね。その時にじゃあ一から建物を建てますよっていう時に主導した時にじゃあここら辺は得た品の部落だから得た品を再生しようかなって同じように作ろうかなってなんないわけですよ。 全部が一緒にまた新しい街づくりをしていくんでだんだんそうやって歴史の闇に消えていってで公衆衛生等の,その知識も人間は共有するようになって学校で教えるようになったりとかねそうやってテレビとかインターネットでだんだん私たちは知るようになったんですよあそういうふうな感染症が悪いんだねと人が悪いんじゃなくて職業が悪いんじゃなくてそういうふうな状態が やっぱ人間が作り出すのが悪いから衛生的にしなくちゃいけないし水道の管理もちゃんとして下水もすぐに流すようにして下水処理もちゃんときれいにして海に返さないといけないよねっていう風になってきたのがここ100年のことなんですよね、まあ、ですので差別っていうのはすごく合理的で科学的だという風に解釈することができる仮説を立てることができるんですけどもでもこれをはっきりと表現すると結構ねいろんな方の反感を買ったりとかひどいこと言うなってことになるからなかなか言いにくくってこの差別が合理的ですよとかねそれから科学ですよ ででですすよよっていいう説は広まりにくいわけなんですよで何かしんないけど差別は良くないよねっていう言葉だけがあその上積みだけが、ね、一人歩きしてでもそれでもいいんですよ差別をしなくイいようにしようっていうふうなその科学的な根拠とか分かんなくても差別そのものは良くないよねっていうことが広まっていくのが優先されるのはそんな悪いことではありません、えー、こういうふうにね私が差別ってものをどういうふうに考えてるかってことを今お話ししたんですけどもどうでしょうかね仮説を立てるってそれなりに説得力があってあそれなりにマナコいろいろ研究してるんだなと。 っ話をちょっと最初に戻しますとねあの私が何でね気になる男なんで高さのことを気にしてるのかってことを高さなりに仮説を立てて動画を作っていくとこれはこれで、ね、タカさんの,その人柄とかを表すものになるんでこれはなかなか面白いかなと思うんですよねですんで私がねここが気になるんですよっていうことは簡単なんですよ <laughs> 特にそのインターネット世代っていうんですかね私はもうインターネット世代ではありません超アナログ世代なんですけども なんでだろうって考える癖がついてるんですよ。例えば、人になんかね、悪い噂を立てられた、嫌われたっていう時も、なんでだろうと思うわけなんですよ。で、いろんな仮説を立てて、ねえねえ、もしかしたらこういうことなのかなと、ごめんねみたいな感じで、だん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 こうね、歩み寄っていくんですけども、最近はね、インターネットで検索して、結果を出しちゃうんですよ。先に。で、残念ながら結果にすぐたどり着いちゃうんで、その結果にたどり着くまでの思考を持たないんですよね、人はね。でも、肝心なのは、 結果をもたらすことでもあるんだけども、その途中で何をしたかってことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えば今回ね、YouTube で稼ぎましょうみたいなことをね、テーマに高さんも発信されてると思いますし、私も YouTube で稼ぐってことはすごく大事なことだと思うんですよ。でも、YouTube で稼ぐっていうところに行き着くまでに、どんなものがあったのか、例えばなんでアフィリエイトじゃダメなのか、なんで投資じゃダメなのかっていうところがあって、様々なものを検討した結果、YouTube にたどり着いたことだと思うんですよ。 もちろんそうではなくて最初から YouTube1 本しか思いつかなくてそれですぐに稼げたって言うんだったら全く問題ないんですけども大抵の方はねいろんなところで失敗してきてじゃあ最後に YouTube やろうかなってところに落ち着くのかなと思いますし YouTube で稼ぐぞって言った方は他のものの選択肢が消えてると思うんですよじゃあそういうところでね高さなりになりんで自分は YouTube に選択がいったのかとかねなんで他の選択肢はダメだったのかってことを今度は私の方がね仮説を立って,てタカさんこうなんじゃないですかっていうふうに言う機会もそのうちあるかなと思います。はい、ということでね気になる男の私の今回の、えー、とお話前半はですねタカさんなりにどこら辺が私が気にしてると思いますかっていうところが挟まれると 私もちょっとと答えやすすいいかなっていうところあるんですよね。<laughs> まあそういう意味にしてどん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 ねあの話を引き伸ばしていって視聴者さんの興味心理をどん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 ね盛り上げていきたいなと思うわけです特に今回全く関係ないと思われた身分制度は科学的みたいなことをスポッとはめることによってね今回仮説ってものがどのぐらい大事かなっていうことが少しでも お分かりいいたただけたらなと思います私もねさまざまな仮説をずっとしながら生きていく人生で仮説の全部が外れることもありますし仮説の1本目第1仮説が当たることもあってねだんだんと命中率が高まっていくわけなんですけどもそのビジネスる上でね仮説ってすごく大事なんですよビジネスをやる上での仮説ってのは。 というのが、自分がこれをやったらどうなるだろうかっていうふうに仮説を立てないといけないし、コンサルをする方は仮説を立てて、あなたはこうなるんじゃないでしょうか、なぜならっていうふうに進めてあげないと、やっぱり受け入れてもらえないことが多いんですよ。というところで、二つ目のタカさんからのメッセージになりますけども、こういう人がこうなりましたっていうことで語っていただきました。例えば、以前は仕事は無難にこなすだけ、結婚も考えてるんだけどもしてないよとか、彼女は三年前に振られたよとかね。 別れたよみたいなことがあって自炊はしてないけども今はスーパーでなんか買い物して帰る日々だよみたいなことね言われてましたでこれがどうなるのかなと思ってこう聞いてたんですけどもあの YouTube のことを毎日考えながらやってるってことはよくわかったんですけどもいや食事の方はどうなったの彼女のことはどうなったのっていうとこのオチが回収されてなくってこれは次回にお話しいただけるんだと思うんで別にこれ語られてないんじゃないかって言うつもりはないんですけども多分ねこの人がその変化した人ですか モデルになった人がどういう風になったかっていうと、今回はタカさん YouTube がいきなり YouTube をやり出したみたいなことをね、急に語っているわけなんですけども、でも私は思うに、この人っていうのは自炊をしてなかったんだけども、仮説は2つあります。もっとね、YouTube のことをやるのに時間が必要だから、もっとスーパーの食品に依存するようになった。つまりそこら辺は変わっていないっていう仮説が1つと、もう1個はね、いろんな自炊をするようになった。なぜなら YouTube のネタになるから。 っていうふうな考え方。この二つの仮説が今回は浮かんだかなってところです。で、もう一つのテーマ。以前のこのモデルの男性は彼女がいない、35歳、結婚を考えてるみたいな要素がありましたけども、後半のアフターでは、そのこと恋愛関係とか結婚会については全く考えられ、語られてなくって、これはいずれ語っていただけると思うんですけども、多分ね、YouTube をやることによって、より自分を客観的に見ることができたりとか、自分の表現が上手になってきたんで、彼女を 口説いたり、それから彼女との良い関係を作るのに、結構知恵がね、YouTube によって育てられて、うまくいくようになったんじゃないかなと思います。で、ともすればね、顔出しをしてない YouTube でも、やっぱりこう、視聴者さんの中からファンができていって、そのファンの中の人とやり取りをしながら、自分のトークスキルとか考えるスキルが鍛えられていて、だから YouTube ってすごいでしょって、稼げるだけじゃないんですよ、みたいなところになるのかなっていうふうに考えて聞いていましたね。 えー、ということで、タカさんはね、長い動画、えー、失礼しましたみたいな感じで送ってくださったんですけども、私の方はまだまだ長い動画を作ろうかなと思ってますけども、この辺にやめときましょうかね。長くなってもあれですから。はい、ということで今回はね、仮説を立てるってことについて、えー、ちょっと語ってみました。まあ私もね、この仮説ってのは、未だ命中率が高い分野と低い分野があってですね、うまくいったりいかなかったりなんですけども、でもね、仮説って楽しいですよね。仮説があるからこそ、 だったらそれに必要な準備をしようかなとか。そして、私もこうやってメッセージを送るじゃないですか。そうするとね、どんな返信が来るか常に仮説してるんですよ。タカさん多分こういう返信の動画作ってくるんじゃないかな。こう,こうじゃないかな。ああじゃないかな。みたいなね。だから返信がいただけても、その返信がまたさらに、ね、時間的な制約になればすぐ出てくるとかね。それから、あ、タカさんにこういうことも聞いてみたいなとか、タカさんのこういうところが気になるなみたいなことがどんどん浮かぶわけなんですよね。はい。じゃあ、今4時になりましたね。 この辺にしておきましょうかいってらっしゃい